ですか。遺伝研の斉藤です、よろしくお願いします。今日は RNA の生体機能、まあ、DNA じゃない方の話ということで、普段あまり聞く機会がないこの RNA の拡散の世界について皆さんにご紹介したいと思います。で、まあ、話の本題に入る前にちょっと別の話したいんですけれども、細胞の構成成分の分子っていうのは一体どのぐらいの割合で一つの細胞の中に含まれているか大体想像つきますかね。でこれは最近の研究なんですけど、大腸菌一つの細胞あたりに含まれる分子を、まあ、面積比がそのままこう細胞の中にある分子の存在比を示しているんですが、まあ、例えば脂質、赤の脂質は、まあ、このぐらいの面積を占めるということは、まあ、大体 3% ぐらいですかね。3% から 10% ぐらいの、が、まあ、大腸菌一つの細胞に含まれる、まあ、脂質の割合であるということを示しています。で、まあ、脂質はそうなんです。このぐらいなんですけど、さらにグリコーゲンになるともっと少なくなりまして、まあ、このぐらいの割合です。で、今日話の中心として、据える、まあ、DNA や RNA、そして、タンパク質、プロテインなどが、まあ、この黄緑、黄色、まあ、それぞれに該当するんですけれども、それぞれどれに該当するか想像つきますかね。まあ、ちょっとはみ出て大体わかる、もう答えはわかると思うんですけれども、黄色の部分が、タンパク質です。で、黄緑のところが、まあ、DNA で、で、今日の話の中心である RNA というのは、まあ、大体まあ、DNA とタンパク質の、まあ、間ぐらいに、中間ぐらいに、存在する、維持するもので、まあ、生体の一個の細胞の中で非常に大きな、まあ、割合を占めているということが分かっていただけるかと思います。で、まあ、RNA について話す前に、まあ、皆さん、まあ、ちょっとおさらいの意味も含めまして、DNA ってあれでしょっていうことで、まあ、ちょっと簡単に DNA の話もしたいと思います。まあ、皆さん、まあ、テレビのニュースとかで、まあ、よく DNA っていうのは、耳にする機会が多いと思うんですけれども、まあ、DNA って遺伝子でしょ、なんか生命の設計図とか言われますよね、とか、まあ、なんか二重らせんらしいよと。で、なんか AGCT とかいうものでなんか成り立ってるらしいっていうぐらいは、まあ、皆さん知ってるかと思います。で、ただもう少しこう、分子レベルでその DNA の構成単位というのを、もう少し細かい視点で見てみると、この DNA っていうのは実はこのヌクレオチドを一つの、ここに示すヌクレオチドをこう一つの単位として、それが数珠つながりに連なったものが DNA です。で、黄色部分は塩基と呼ばれておりまして、このピンクの部分がデオキシリボーズ、そして、ね、黄緑の部分はリン酸からなっています。これが一つの単位でヌクレオチドと呼ばれています。で、この、DNA のヌクレオチドなんですけれども、この塩基っていうものは、まあ、先ほど紹介したようにこの4種類、AGCT、この塩基部分だけがアデニン、グアニン、シトシン、もしくはチミンといったものにバリエーションがありまして、あとリン酸とデオキシリボースは、まあ、ずっとこう数珠つながりになるんですけれども、まあ、変わらない、ここだけが塩基だけがこういう、違う分子からなり分子構造を持っているというのが、まあ、ヌクレオチドの特徴です。で、このヌクレオチドなんですけれども、先ほど連なると言いましたけれども、このデオキシリボースと隣のリン酸と隣のデオキシリボースが、まあ、ここの部分でつながっていまして、まあ、模式的に示すと、まあ、リン酸とデオキシリボースのこう連なりっていうのが、まあ、前後に、まあ、連なっているのが DNA で、で、まあ、これをこうテレビではよくこうリン酸とデオキシリボースの部分をこうリボン構造で書いたり、そして塩基部分は AGCT からなっているので、まあ、横線としてまあこういうふうに記載している場合が多いかと思います。で、DNA のは二重らせん構造からなると言いましたけれども、その二重らせんはどうやってできるかというと、アデニンはチミンと、そしてグアニンはシンと特異的にこう塩基対合することによって形成されます。で、このような G と C、 そして A と T のこう水素結合の、まあ、親和性の関係性を相補性と言いまして、これらの AT だや GC のペアを塩基対と言います。で、例えばこれが一本差の、まあ、DNA なんですけれども、塩基対を形成するとしたら、まあ、こういうふうな形となっていて、で、もう少しこう立体的にこの DNA を書くと、まあ、これ教科書から取ってきたものなんですが、まあ、リン酸とデオキシリボースからなるリボン構造
の中心にこう塩基対が形成されて、まあ、こういう形でちょっとねじれた形で存在するのが DNA です。じゃあ RNA って何者っていうことに入っていきたいと思うんですが、実はこの DNA っていうのはデオキシリボ核酸っていう日本語では言われますが、 RNA は言葉の上ではこの中に RNA が隠れています。まあ、どこかというとリボ核酸というのが RNA です。で、構造は主な RNA の構造的特徴を、まあ、示しているんですけれども、左は DNA、 右は RNA です。さて どういう違いがあるか分かりますでしょうか。まあ、ちょっとちっちゃくて見えにくいんですけど、実はここだけです。DNA はここの部分が水素原子であるのに、ここの RNA の場合は OH、 ここで酸素原子が一つ多いっていうのがRNA です。で、そもそもこの DNA のデオキシっていうものの意味は酸素を取り除いたっていう意味でありまして、 DNA っていうのはリボースから酸素原子を取り除いたのがデオキシリボースです。で、こういうふうにリボースとデオキシリボースっていうここの部分に違いがあるのが、まあ、RNA の大きな特徴なんですけれども、もう一つの特徴としては塩基の種類も少し違います。 DNA では AGCT が使われるんですが、 RNA では AGC は同じなんですが、チミンの代わりにウラシルが使われます。で、大体こう塩基対の形成の特異性というのは大体同じ、チミンと大体同じなんですが、まあ、それ もう少しこう詳しい話もしたいんですが、ここでは割愛させていただきます。さて、じゃあこのリボースの主な特徴である、まあ、DNA との違いであるこの酸素原子が余分についているというものは、一体この RNA の化学的特徴にどんな付加的な役割を果たすんでしょうか。で、その最も重要な特徴っていうのは切れやすいっていうことです。で、これわざとカタカナで書いてるんですけど、まあ、それはだんだんこの反応を理解していただければわかると思うんですが、RNA ではここが酸素原子になっていることによって、ここがマイナスにチャージしています。で、一方この近隣にあるリン酸基の P、 リン原子はプラスにチャージしています。したがって非常にこう近接しているので、このマイナスの電子が、まあ、ここのプラスチャージのところを攻撃して、容易にこの電子移動が起こって、これがブチッと切れて、こう、二つに分断されます。で、DNA の場合は、ここが水素原子なので、何もチャージが、マイナスチャージを持っていないので、この反応は起こりません。で、こういうような RNA のこう切断反応っていうのは、まあ、熱とか、まあ、アルカリ、pH の高い状態などの外部環境の変化によって容易に活性化される。つまり環境が変わるとすぐブチッと切れるということで、まあ、ちょっとカタカナの表現も加えています。で、もう一つの RNA の特徴っていうのは、生体内に存在する RNA っていうのは、まあ、一本差構造で存在するのが多いということです。で、まあ、ここにちょっと縄跳びを用意したんですけど、まあ、普通生体内では、まあ、RNA は一本差で存在するんですが、これもまあ、塩基を持っているんで、まあ、その分子内でさまざまな塩基対応をする、まあ、分子内でこう二本差構造を作ってたり、まあ、一本差部分があったりっていうのが、まあ、RNA のもう一つの特徴です。で、その一本差構造のこういうような、まあ、さらにですね、二本差構造のみならずさらにこう立体的に構造を取ることによって、その立体構造がその機能にとって非常に重要であるっていう例が、まあ、ありまして、まあ、その最たる例がこのトランスファー RNA、tRNA というものです。で、これ一本の RNA なんですけれども、その分子内で二本差部分があったりとか、その一本差部分があったりとかしています。で、この RNA の生体、における性的役割の最も代表的なものとしてよく教科書で紹介されているのは、まあ、RNA というのは DNA の塩基配列情報というものを機能性分子、タンパク質、まあ、アミノ酸配列の情報に変換するのが、まあ、RNA の主な機能ですというのが、まあ、生物学の教科書によく紹介されているわけです。で、一体どうやって遺伝子の発現、こういうタンパク質の発現が起こるかというと、 DNA から RNA という形に、まあ、塩基配列情報が読み取られて、さらにその塩基配列情報が、まあ、タンパク質アミノ酸へと読み取られるというのが、まあ、遺伝子発現の流れでありまして、これを遺伝子発現のセントラルドグマと呼んでいます。
で、一体どうやってこう DNA から RNA が作られるかというと、まあ、ここに仮想的にこういう DNA があった、そう、あの日本差を形成する DNA があった場合、これを RNA を作る酵素 RNA ポリメレ、ポリメレスというのが、まあ、認識して DNA を一旦一本差部分に乖離します。で、この RNA ポリメラーゼっていうものは周りにあるリボヌクレオチドを材料にして、この双方的な関係を使ってこう取り込むことによって一本差の RNA を作っていきます。で、そうやって合成した、まあ、一本差の RNA っていうのは、あの DNA から、まあ、引き離されて、こうメッセンジャー RNA、 これを一本差の RNA をメッセンジャー RNA というんですけれども、その一本差 RNA としてあの存在して、その後さらに細胞質においてこの3塩基を一つのアミノ酸に規定する形で翻訳という、まあ、アミノ酸配列の変換反応というのがあの起こるようになります。で、この3塩基の塩基配列で一つのアミノ酸を規定するんですけれども、その3塩基の情報というものをコードと呼んでいます。で、そのコードがじゃあそのどうやってアミノ酸配列にこう変換されるかというと、実はリボソームという非常に大きなタンパク質と RNA の複合体の中で、あの非常に大きなあの工場の中で作られるというのがあの分かっています。で、メッセンジャー RNA のそのコドンの配列情報は、あの実はこの tRNA、 先ほど紹介した tRNA というものがその読み取ります。で、この末端部分にあるこう3塩基の塩基配列 の、まあ、あの相互的なコドンを認識して、それが入り込むことによって、この tRNA 一つ一つが別々のアミノ酸を持っていることによって、こう順々にこのリボソームが進行するたびにこう入っていくと。で、入っていくと、このリボソームの中で連結が起こって、どんどん数珠つながりの、まあ、タンパク質ができて、アミノ酸の数珠つながり構造が、まあ、できていくっていうのが、あのリボソームの役割です。で、tRNA というのはここの中で、まあ、あのどんな役割をするかっていうことを一言で言えば、tRNA は、まあ、塩基配列の情報を、まあ、アミノ酸の配列情報に、まあ、変換することを、まあ、仲介する分子であると言えると思います。で、さらにもう一つ、ここで RNA が重要な役割をしてて、実はここの連結反応の酵素活性自体も RNA で、あの、担われているってことが、1980年代の後半に、まあ、案が解明されました。それが証明されるのは非常に時間がかかったんですけれども、あの RNA 分子がこの反応を触媒するということが分かりまして、まあ、あの酵素っていうのはタンパク質の酵素、まあ、あのエンザイムというんですけれども、あの酵素活性を持つ RNA っていうのをライボニュークレイクアシティエンザイムということでライボザイムとあの呼んでいます。このように RNA っていうのはこうアミノ酸配列への変換情報を仲介する役割も tRNA のように持っていたりとか、あの情報遺伝塩基配列情報をアミノ酸に伝える役割もあったりとか、はたまた酵素活性を持ったりとか、さまざまな機能を持っているというのが RNA です。で、こういうふうに単純に DNA からメッセンジャー RNA というものになってタンパク質ができるというふうに言いましたけれども、実はもう少しあの細かいことが分かっていて、実は非常にそのタンパク質ができるまでに非常に長い道のりを経てあのタンパク質に至るということがあの分かっています。まず核内で DNA から転写された、まあ、メッセンジャー RNA はスプライシングという反応を経てあの成熟化していきます。スプライシングはポリエステル化というものを経て、まあ、成熟化するというのが分かっていますし、まあ、核から細胞質に輸送された後もメッセンジャー RNA が、まあ、あるメッセンジャー RNA は分解されたりとか、まあ、もしくはどこかの細胞内の場所に輸送されたりとか、そしてはたまた翻訳中であってもその RNA の配列情報に従ってこの翻訳量アミノ酸あのタンパク質の合成量も、まあ、あの調節されているということも分かっています。で、 RNA スプライシングについてもう少し話したいんですけれども、 RNA スプライシングっていうのは、まあ、人真核生物では、例えば人などの真核生物ではあの DNA 上にアミノ酸を指定する領域っていうのは実はあの点在していまして、でそのアミノ酸配列を主に、まあ、規定するところをエキソン、そしてその中間部分をイントロンとあの呼んでいます。で、 RNA は一旦このイントロンを含む形でこう長い RNA があの合成された後に、で細胞内で核細胞
の核内においてこのイントロ部分が切り出されるということが起こります。これをスプライシングというんですけれども、それによってタンパク質をコードする部分だけがまあつながってこうタンパク質ができると。でこの反応っていうのはやはり先ほど紹介したように、まあ、RNA 分子が持つ酸素原子がリン原子をまあ攻撃する反応っていうものがまず一番最初の第一段階で切り出す切断反応にもこの反応が重要ですし、さらに連結反応にもこの反応っていう酸素原子からリンへの攻撃っていうのが重要であるということが分かっています。で、各組織によってこのスプライシングのパターンというのが変わるということも分かっていまして、その各組織で発現するこのあたりの配列を認識するような RNA 結合タンパク質が組織間で異なるがためにエキソンの連結の仕方が変わったりするような事例も多く報告されていまして、この RNA スプライシングというのは一つの遺伝子座で複数種のタンパク質を発現するための多様性を生み出す機構の一つじゃないかと考えられています。で、さらにこう成熟化したこうメッセンジャー RNA 内にもさまざまな他の情報があります。例えばメッセンジャー RNA というのはタンパク質をコードする領域だけじゃなくて、両端にタンパク質をコードしない非コード領域っていうのも持っていまして、そのあたりにこう例えばメッセンジャー RNA の輸送シグナルっていうのがあったりとか、分解を促進したりとか、翻訳量を調整するような配列情報っていうのが含まれているっていうことがよく知られています。例えばこれは極材、先ほど久保さんの話でもあったように、神経軸索の部分で発現するタンパク質なんかはタンパク質が作られた後にタンパク質が輸送されるだけではなくて、実はメッセンジャー RNA がここにずっとこう先端まで輸送されて、でそこで翻訳されるっていうのはメッセンジャー RNA の段階です。RNA が輸送されてそこで翻訳が起こるとか、そういうような事例が報告されています。で、このような過程を経て、実はこの DNA からタンパク質が作られるまでっていうのは非常に多くの道のりがあるというのを分かっていただけたらなと思います。で、RNA はこういうふうに機能的、さまざま酵素活性とか、情報になると言ったんですが、RNA 自体がその遺伝、一つの生命の設計図として使われている生命体もいまして、その代表例として挙げられるのが、ウイルス、RNA ウイルスで。RNA ウイルスっていうのは、タンパク質の殻の中に、RNA だけ、一本差とか二本差の RNA だけを含んでいまして、で感染するとその RNA の情報をもとにメッセンジャー RNA が作られて、それがウイルスの増殖に必要な、タンパク質をコードしていって、でそうするとこうウイルス RNA を取り込んでどんどんこう増幅してこう増えていくと。でこういうことを考えると、この、DNA ってこういう特徴を持っているんですけど、さらに RNA っていうのは、遺伝情報としても働くし、生命の設計図にも、RNA ウイルスとかなってます。二重らせんという DNA の構造的特徴も持っているんですけど、さらに一本差として機能するものもある。で AGCU というものでなっていて、酵素にもなるし、柔軟な働きを持っているんだなと、分かっていただけるかなと思います。でこういうことが分かってくると、こんだけこういろんな機能がある、タンパク質的な役割もあればDNA 的な働きもあるということが分かってくると、実は RNA というのが、生命の起源なんじゃないかと。つまり原始地球においてRNA だけで生命体というのが成り立っていたんじゃないかという、仮説が、1980年代ぐらいから提唱されて、それが RNA ワールド化説と呼ばれるものです。じゃあ生命とは何かということをちょっと考えてみたいんですけど、生命というのを、単純に言うと自己複製、自分で自分自身を増やすことが可能な、不活化された物質の集まりだと、考えることが定義づけられると思います。で、これ地球の歴史ですけど、大体地球の誕生が45億年前だとすると、大体原核、単細胞原核生物、原核生物が現れたのが35億年前というのが、予測されていまして、そして核を持った単細胞真核生物が誕生したのが18億年前と考えられます。で、12億年前にやっとこう多細胞、複数の細胞からなる進化生物が誕生してきたんじゃないか。
と、まあ、考えられるわけなんですが、大体このじゃあそういうような自己複製可能な区画された物質の集まりがあった時代というおそらくこの35億年よりももっと前、35から45億年前に何らかの自己複製システムっていうのが誕生して、それがおそらく RNA でできたんじゃないか、 RNA でできていたんじゃないかっていうのが RNA ワールド仮説です。でそれをまあちょっとサポートする根拠っていうのをいくつか紹介したいんですけれども、生命にとって重要な分子っていうと、まあもちろん先ほど言った酵素活性であったりそういうのが大事だと言いましたけども、もう一つもっと大事なものとしては何らかのエネルギー源が必要だと思われる。生命にとってはエネルギー源っていうのは重要だと思うんですけれども、その生物のエネルギーの代表格である ATP っていうものはの分子構造をここに書いてますが、ただこの ATP の分子構造を見るとやはりこれリボースで骨格はできているんですよね。これがデオキシじゃなくてこうリボースでできているっていうところを考えると、やっぱりこう原始地球ではこういうエネルギー、まあ、リボースが非常に多様に存在していて、これが使われていたんじゃないかと、まあ、考えられます。またさらにこう補酵素として重要な NAD プラスに関しても、まあ、リボースが使われていて、まあ、様々な生態内で重要な分子っていうのはリボースから構成されているというのが一つの根拠、 RNA ワールド仮説の根拠になっています。でもう一つ代謝経路を見てもそれがサポートできて、どうもこうデオキシリボースはどうやって作られるかっていうと、実は RNA ができた後にデオキシ体が作られるっていう反応が起こるっていうのが分かっています。でそれに働く酵素をリボヌクレオチドリダクターゼっていうものがあって、これはリボヌクレオチド二リン酸をデオキシリボヌクレオチド二リン酸にする酵素として、まあ、働きます。でこういうことを考えると、やっぱり RNA というのが最初に生命の起源だって、そこから DNA がだんだんできてきてじゃないかと、まあ、考えることができるかと思います。じゃあ今はタンパク質が非常に構成成分として多いって言ったんですが、じゃあどうやってこう RNA から、まあ、RNA ワールドから現在のタンパク質ワールドになっていったんでしょうか。で大体40億年前の地球を、まあ、考えてみると、多分今とは違って活発な火山活動とか、まあ、紫外線、そして、低分子水素とかメタン等の低分子はあるんですけれども、おそらくまあ有機物とか高分子はないだろうな、まあ、そういうような地球だったろうなと、まあ、考えられるわけです。でこういう原始地球の中で一体どんな物質ができうるのかという、どうやって有機物ができて上がってきたかということを、まあ、実験室で再現したいなというふうに考えた研究者がいまして、それが、まあ、ミラーさんの実験なんですけれども、1953年に、まあ、こういう経を組んで、まあ、水を沸騰させてその水蒸気でを、まあ、プールして、その中に、まあ、メタンや水素やアンモニアといった低分子をこう閉じ込めた環境の中に電子スパークを起こして、一体どんな有機物が作られるか、どういう物質が作られるかっていう実験を、まあ、1953年にミラーさんが行いました。でそうすると分かってきたのが、こういうような物質が生成されました。で詳しくは言わないんですけれども、この中で実はこの紫色で示した4つのアミノ酸っていうのが現在のそのタンパク質を構成するアミノ酸なんですよね。だからこういうアミノ酸が、まあ、原始地球の中ではまあ、おそらくたくさん環境中にあったんじゃないかということが考えられます。でそれをちょっと遺伝コードとコドンの配列情報とそのアミノ酸というものをちょっと関連付けて考えると、先ほどのそのコドン表、コドンが3塩基のコドンがどのアミノ酸を規定するかっていう表がこのコドン表です。で20種類のアミノ酸が使われるんですけれども、先ほどミラーさんの実験でできてきたアミノ酸というのはこの辺りに集中します。で大体1番目が G で始まるこう3塩基が規定するアラニンで、アスパラギン酸、グルタミン酸、グリシン、こういったアミノ酸は全部 G から始まる3塩基が規定している。でそういうことを考えると、もしかするとこう原始地球の中ではなんかこう G なんとかなんとかっていう、そういう3つのヌクレオチド配列っていうのは非常にいっぱいあって、でそれがだんだんこういうアミノ酸を作っていて、これらのアミノ酸からできる何かのタンパク質っていうのがタンパク質の本当に起源だったんじゃないかと
というふうに、まあ、考える人もいます。で、他にもこう子供表を見ているといろんな特徴があって面白いんですけども、ちょっとここで、この終始子供についてちょっと紹介したいと思うんですが、この終始子供っていうのは、タンパク質の合成をここでストップさせると。で、まあ、そこでおしまいですよっていうことを規定するのが終始子供です。で、終始コドンというのは実は tRNA で認識されるんじゃなくてタンパク質で認識されます。で、そのタンパク質の、まあ、名前を、まあ、乖離因子というんですけれども、その乖離因子のタンパク質の立体構造を解析したのがこれで、青、紫、緑が乖離因子の部分です。で、この構造をこう tRNA の、これ tRNA は黄色で書かれた示されているんですけれども、まあ、tRNA と同じように、こう、逆営粒子型のような、似たような形を持っているのが分かると思います。で、こういうことを考えると、実はこう、乖離因子、まあ、タンパク質っていうのは、まあ、進化の過程で、なんか RNA の形部分を真似するようにして進化していく。で、その、もともと tRNA が担っていた機能を、まあ、タンパク質に置き換えた。そういうことの、まあ、一つのデータじゃないかな。まあ、進化的な、まあ名残じゃないかと、まあ、今は考えられています。で、つまり、まあ、この RNA っていうのは最初RNA ワールド仮説では原始地球で、まあ、生命自己複製機能を持って生命の根源となったんだろうと。で、それが遺伝情報という情報の部分はより科学的に安定な DNA に移乗して、その RNA の触媒機能、酵素としての役割は、より複雑なアミノ酸配列を規定できるそのタンパク質に、酵素としての役割などは、まあ、タンパク質に移行することによって、まあ、現在の、生命の世界というのが出来上がってきたんじゃないかというのが、まあ、RNA ワールド仮説。で、まあ、ここから、じゃあこういう研究、まあ、RNA について今まで紹介してきましたけれども、じゃあちょっとこれから、自分の研究について紹介したいと思います。で、これまで紹介してきた RNA ワールド仮説、もしくは登場してきた役者というのもちょっと簡単に並べてるんですけれども、メッセンジャー RNA や tRNA、ライボソーマル RNA が発見されたのは1960年代です。で、スプライシングとかリボザイムの発見というのは1980年代で、で、僕が RNA の研究に関わってきたというのは、まあ、1990年代の後半からです。で、RNA について、僕の研究の RNA 部分について話す前に、ちょっとゲノムというものについて少し話を始めたいんですけれども、ゲノムっていうのは、一つの細胞が持つ全 DNA 塩基配列情報です。で、人ではだいたい30億塩基対という、まあ、DNA で一つの細胞が成り立っているんですけれども、質が酵母のような、まあ、過当な真核生物だと、1300万ぐらいの塩基対で成り立っています。で、その研究や症状がとその中間で、まあ、大体塩基数の多さというのが生命の複雑さと、まあ、大体比例関係にある、まあ、いろいろ例外はあるんですけれども、大体こうゲノムサイズがそのまま生命の複雑さを反映すると思います。で、そのようにこうゲノムがこうサイズ、DNA の塩基数を増やしていった一つの要因となる、これをこう担ったエレメントというのが、まあ、転移因子もしくはレトロトランスポゾンと言われるものがその増幅に寄与してきたんじゃないかと、まあ、考えられています。で、レトロトランスポゾンというのは何かというと、まあ、HIV ウイルス の配列に似ているんですけれども、このような形で一旦メッセンジャー RNA、 自分自身のメッセンジャー RNA を作って逆転写酵素等を介して自分自身のコピーを、まあ、コピー、いわゆるコピー&ペースト形式でどん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 増やしていくというようなものが、まあ、レトロトランスポゾンです。で、こういうような特徴、自分自身のコピーを作れるという特徴から、まあ、ゲノム進化のこういう塩基数の増大に寄与したんじゃないかと考えられるわけなんですが、実際こう、レトロトランスポゾンを含む、もう、転移因子の割合を、まあ、調べてみると、人だと大体 45%、 大体10億から15億塩基対ぐらいは何らかの転移因子であるということが分かっています。一方こう小さな生物や質が酵母だと 5% 以下
で、症状媒となるとやはり中間であるというのが分かっていまして、おそらくこのレトロトランスポゾンの増幅というのが非常に重要だろうと考えられています。ただ私たちの体の中ではこういうものがどん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 増幅していったら非常に危険な状態なわけです。したがって、逆に考えるとトランスポゾンというのは、いや転移因子というのは、通常私たちの体の中ではこういうような増幅反応が起こらないようになっているから、生きていられると、考えられるわけなんですが、じゃあ裏を返せばこういうトランスポゾン転移因子というものは増幅しないような機構を、私たちの体は持っていると考えられるわけで、それを本来私たちの生物が持つ転移因子を抑制する仕組みを調べようというのが私の研究テーマです。で、その過程で出会ったのが PV 遺伝子というもので、で、この PV 遺伝子というのは RNA に結合するということを私は見出しました。で、この PV っていうのは結合する RNA を同定したところ、どうやら25塩基程度の一本差の RNA と結合し、現在これは πRNA と呼ばれています。で、この πRNA なんですが、どうも配列を調べてみるとレトロトランスポゾンに由来する配列であるというのが分かりました。で、この πRNA その後の研究で分かってきたのは、この PV と πRNA の複合体、2者複合体っていうのはトランスポゾンのメッセンジャー RNA をその相補性を利用して認識して、で、PV タンパク質自身が持つ RNS 活性でそのトランスポゾンのメッセンジャー RNA を直近と切るという活性があることが分かりました。すなわち PV と πRNA というのはこのレトロトランスポゾンの増幅過程におけるこの大事な中間体、レトロトランスポゾンメッセンジャー RNA を叩くことによって、そういうような新しいゲノムへ の, レトロトランスポゾンの増幅が起こらないように防衛しているシステムに働くということが分かってきました。で、これはその後私は症状媒を使って解析してたんですが、症状媒から人まで共通して認められる機構であるというのは分かってきました。で、その後πRNA について配列を決定してみると、実はゲノムに非常に多くレトロ転移子というのがあると言いましたけれども、それに対応するようにさまざまな種類の πRNA というのがあるということが分かってきました。数に数十万種類以上あって、で、そういうものがさまざまな πRNA 配列を持った PV πRNA 複合体というのが作られて、で、これが PV とこれが πRNA ですけれども、レトロトランスポゾンの脅威から守っているんじゃないかと考えています。ただ生体にはこういうふうに種類数がいっぱいあるということを考えると、こういうのがいっぱい体の中にあって、特に生殖細胞でこういうことは起こっているんですが、こういうような自己防衛システムというのがあるというのが分かってきました。で、さらにですね、現在行っているのはそういうようなスモール RNA、 小分子 RNA があるということから、じゃあ実際それがどうやって作られるのか、そしてどう働くのかということを現在研究していまして、ここに示すように、実は πRNA というのは DNA から25塩基調で作られるんではなくって、さまざまなタンパク質が関与する形で、作られると。で、長い前駆体の RNA、 長い RNA を経てからスモール RNA に変換されるということが、分かってきました。で、現在はこれを一つ一つその機能解析を進めているところです。で、こういうふうに πRNA の研究をしてきたんですけれども、最近ではこのような似たようなシステムが、高等真核生物だけではなくて原核生物のような非常に単純な生物種でも似たような仕組みがあるというのが分かってきました。それがクリスパーシステムというものなんですが、現在ではゲノム編集というものにこのクリスパーのシステムが応用されているんですけれども、このクリスパーのシステムではバクテリオファージは、バクテリアにとっては脅威となるんですが、このファージの DNA がバクテリアに侵入するとそのバクテリアの中でそのファージの DNA を断片化して、取り込む遺伝子座があって、でそこから RNA が長い前駆体 RNA が作られます。それをクリスパー RNA と言うんですけど、それがこう断片化されて、それが Cas9 というタンパク質と複合体を形成して、その RNA の配列情報をもとに新たに感染してきたバクテリオファージの DNA を切断することによって、感染防御しているというのが分かってきました。で、この分子機構を調べてみると、長い前駆体の RNA から切断されるということも非常に似ていますし、
まあ、あの役者は違うんですけれども、まあ、生物種を超えて、まあ、保存されたような仕組みであるということが、まあ、分かってきました。でこのようにあの私はこのパイアレニアによるゲノム防衛システムというのを研究してきたんですけれども、あの予想はしてなかったんですが、実はこのシステムっていうのはもっと昔から似たようなシステムがあって、それがまあ RNA 分子っていうのはその両方で非常に重要な役割を果たしているっていうのがまあ分かってきます。でこういうことを想像すると、おそらくこの原始地球というのは非常に昔の太古 の時代には、何かこう RNA 分子同士のまあせめぎ合い、そのなどがあったんじゃないかなっていうことをまあ想像してるんですけれども、まあ、40億年前の状況をわからないのは何とも言えないんですけれども、まあ、そういうようなことを想像しながらまあ研究するのはまあ楽しいなとまあ思っている次第です。で、まあ、このようにちょっと長くなりましたけれども、まあ、RNA、あとは非常に短いそれぞれについてあまり長く話せなかったんですけれども、普段は聞くことがあまりないかと思うこの RNA の生態機能についてご紹介させていただきました。ご清聴ありがとうございました。